1972年のコース1972年のルマン24時間レースは40回目のルマン24時間レースおよび世界メーカー選手権第9戦として1972年6月10日から6月11日にかけてフランスルマンのサルトサーキットで行われた1972年から車両規定が変更され 3リットルスポーツプロトタイプのみが出走可能となり、前年までの主役だったポルシェ917やフェラーリ 512S などの5リットルスポーツカーは、ルマン24時間レースから締め出されることになった。この年の選手権において、開幕から8連勝して、前線のニュルブルクリンク 1000km でチャンピオンを獲得したフェラーリは、3月のルマンテストデーに参加し、 フェラーリ 312PEB のテストを重ねるなど、出場は確実視されていたが、6月1日になって、急遽不参加を表明した。理由として、312PEB は 1000km レース参加を前提に開発を行ってきたため、24時間レースには出走できないと発表した。実際、テスト中の 312PEB にトラブルが発生したと言われている。この決定は、 チーム監督のピーター・シェッティも直前まで知らされていなかった。フェラーリの不参加で優勝候補の本命と目されたマトラはルマン24時間レース制覇という目標のためニューマシン MS670 を3台投入。予備として MS660C も持ち込んで万全を期した。その対抗馬として1970年のルマン24時間レース。 以来の出場となるアルファロミオが 33TT3 を持ち込んだ。前年優勝したポルシェは前日の車両規定変更によりワークスチームが撤退908-910が複数のチームから出走。また、フォードカプリア RS と BMW2800-CS が新設されたツーリングカークラスからエントリーした。マトラがポールポジションのフランスはセベル。 ハウデンアンレイ組を筆頭に予選3位までを独占した。優勝したマトラ MS67015 号車この年の名誉スターターであるフランス大統領ジョルジュ・ポンピドゥーの合図によりレースがスタート。マトラの3台がスタート直後から飛び出したがジャンピエールベルトワーズのマシンが2周目にコネクティングロッドの破損のため出荷しアルナージュ付近でリタイアとなった。 1>, 1時間終了時点の順位は1位が、ローラ T280 で、それを3台のマトラが、追う状況。その後ローラが交代して、マトラ勢が主位を争う展開になった。翌11日の午前6時半過ぎに、ジーズ・バンデネップがドライブするローラが、ファステストラップを記録するが、7時50分にバンデネップ、から交代したヨアキム・ボニエが、フェラーリ 365GTB。 4との接触によってガードレール上を飛び越してしまい、それによりボニエが死亡する事故が発生した。マトラはセベール組が主位を独走していたが10時過ぎに降り出した雨による電気系統のトラブルによるピットインの間にアンリ・ペスカロロ組が主位に立ち、この後セベールから交代したガンレイがスピンして再びピットに入り遅れた。 ペスカロロ組が首位を守りきりセベール組に10周の差をつけてゴール。3位を走っていた MS660C のリタイアにより表彰台の独占を逃したものの1から2フィニッシュでマトラがルマン初優勝を記録した。フランス社がルマン24時間レースを制するのは1950年のタルボラーゴ以来であった。 優勝したヒルは、モナコグランプリとインディ500にも優勝経験があり、2018年現在、唯一の世界三大レースを制したドライバーとなった。マトラの対抗馬と目されていたアルファロメオは、バッカレラ、デアダミッチ組が4位に入ったのみで他の2台は、リタイアという結果に終わった。フェールド2カバー70%オブイナー、S ディスタンス。ありがとうございます。